はいどうも、デジャブ編集部ヒゲンジンです。というわけで今回も始まりました液晶再現バラエティヒゲンジンにやらせてみました。第18回目となる今回再現する機種はですね、新青龍物語、こちら。今回演出を再現するために訪れたこの場所、なんとこの場所はですね、 CR 新青龍物語の大当たりラウンドのですね、あの景色のロケ地がここみたいなんですよ。はい、きれいな景色でございますね。そんなですね、大当たりラウンドのロケ地で再現する演出は、大当たりを呼び込むあの激アツの怒りの主、レーチ、こちら。なんとですね、この清流のどこかに怒りの主滝太郎、あちらのモデルになった幻の魚が存在すると。怒りの主滝太郎のモデルとなった幻の魚を探し出し釣り上げることができれば再現成功。ただし制限時間は2日間。制限時間内に釣り上げることができなければ再現失敗となり、きっつい罰ゲーム再現が待ち受ける。さあ、主釣れるかな、わかりませんけども、液晶再現スタートです。待ってりゃいいの。なんかさ、周りに釣ってる釣り人たち全然釣ってるよ。なんで俺に何も来ないの。お、今動いた。あー、釣れたぞー、釣れたぞー、もう虹が釣れたぞー。さあ、本日の一発目のものはカレハでございました。何も釣れねえよ、もうどうなってんだよ、釣りってよ、一体よ、もう。もう帰っていいよ、もう。ちょっと場所が悪いんだよ、場所は。みんないい場所知ってんだろ。内緒に釣るから釣りんだよ。いや、だった、すげえ泳いでんだよ、釣るな、あれ。今のこういう流れの隙間とかにいるみたいな。じゃ俺はもう攻めるよ、もう。一匹も釣り上げられぬまま時間だけが過ぎ、気づけばもう昼過ぎ。どうぞ。どうぞ。はい、スペシャル講師、はい、釣り情報のですね、しのぶ姉さんでございます。どうぞ。姉さん、お待たせしております。やったんすか。全然釣れない。ダメ、全然釣れない。ダメだった。覚えりゃ簡単っすか。簡単簡単。ヌシ釣れます。ヌシはヒゲちゃんが持ってるか持ってないかって感じじゃない。釣りってのはやっぱその持ってるか持ってないか大事。大事大事。パチンコと一緒よ。そういうことですね。引けるか引けないか。わかりました。しのぶ先生の楽しい釣り講座。水深と水の深さと、はい、約同じぐらいにする、はい。それから針をつける。15センチぐらい上に重りつけた。これがないと沈んでいかないから。じゃあちゃんとこういう余分なところは切り落とす。もうここから切っていいってことですか。そこから切ったら仕掛けなくなっちゃうでしょ、うん、切る。なんか何その顔。だからまず
上流の方になります。上流の方に投げて、投げ方はシュッてやるんですか。シュッと。あ、来た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 。はいはいはい。すっげえすっげえ先生すっげえ。大丈夫頑張って万のおかずして帰ってね。もう私帰るから。無視万のおかずするえ、終わり、うん、え、終わり。その後、しのぶ先生の教えを胸に黙々と練習に励むひげんじ。釣ったでよな。言ってきね。簡単っすよ。先生ありがとう。先生のおかげで釣り名人になりました。おれーおおおおい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 開けます。はい、よろしくお願いします。はい、一匹完成と。入れてってね。僕美味しいよ。おいおいおい、おっとととい。おい。大量ってことで今日は1、2、3、4、5、6匹とスタッフさんがちょうど6人いますからね。みんなで仲良く開けましょう。ペッペッと、はい、これいい。もう目印ってどこ行く。うわ、初めにこの串の刺し方が分からなくて横に調理していたおじさんに聞きました。でもやっぱり釣りやってる人っていうのはずっと待ってる忍耐があるのか、いい人が多いんですよね。話しかけると大体助けてるんだよね。よしおい、いただきます。うめえ。たくさん、みんなも食べてください。その後も釣りの練習を重ね、次第に釣りの楽しさを知り、その魅力に惹かれていく。そしてチャレンジ初日が終了。その夜、初日を終えたヒゲンジンが釣りの魅力を語る。快感だよね。奥が深いよなあとな。待ってる間もね、意外にこう集中しなきゃいけなかったりね。その間にね、こうめったにできないんだね、仕事忙しいと。自分自身と見つめ合うっていうの。パチンコも当たれ当たれと思ってる時当たんないじゃん。釣りもね、なんかそうやって焦ってるとこう伝わっちゃうんだって。だから意外に無心、うん、だから無欲で楽しもうという気持ちを持ってると意外にこうその時に大物がバンって当たることが多いと。なので今日せっかくこれだけのね大自然の中で寝るわけですから、もう明日起きたらですね、もう仏みたいな顔になってるはずですから。さあ、じゃあもう今日も夜遅いですから、皆さん早く寝ましょう。明日早く起きましょう。明日の朝ちゃんと遅刻しないで来てくださいよ。日の出からですからね。まあ簡単だよね。ロマンかな。いや、寝るよ。よーし、絶対の字を釣ったるぞー。寝よ、おやすみなさい。最終日はどんな一日になるのでしょうか。ヒゲさん、おはようございます。おはようございます。おー、やっこい。まあ、こんだけ天気もいいし、空気もうまいし、
昨日先生に教わった秘策もございますから、今日はなんか釣れる気すんな。おーし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 、はいはい、早く沈んだ、早い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 、釣り釣りました。また釣り簡単です、楽しいです。はい、次餌ください。皆さん、初日からずっとただ釣りをしている人です。釣りをしに来ました。むしろ取るんですね。見てください、カメラさん、水が透き通ってよく見えます。綺麗ですね。この中に虫いますか？僕結構歩きました。魚見えますから。こっちなんだ。こっちはあの川ではなくて山奥です。もっと山奥行かないともう意識ないですよ。釣り楽しんで、今回は釣り楽しかったです。整理は最高です。いや、時間ないですよ。行きましょう。カメラマンに怒られるぐらいですから。もう釣りゃいいんだろう、釣りゃ。ここまで行けば満足するんだ、これカメラさんは。え、釣りよ。たまには失敗したっていいだろ、最近ぐらい。いいよ、もう結構歩いたよ。伊藤さん、はい、ここ道じゃないよ。もうウィディーじゃん。あっちに綺麗な川あったから行きましょう。わかりましたよ。もう行くよ。もう絶対ついてこいよ。マジか、これか。カメラさん大丈夫ですか？気をつけてください。はい、どうぞどうぞ。もう今日釣り楽しんだでしょ。もういいだろ釣り。あらららららら、もう夕方になってきたんですからね。タイムアップ何時いいじゃん。これタイムアップ何時ですか？あらららら、おおお、カメラさん、これいるでしょ主。ということで、もう残り時間も少ないですから、この大滝で最後に主を狙ってファイナルチャレンジしたいと思います。よーし、待ってな、幻の主、絶対に釣り上げてやるからな。皆さん、皆さん、お疲れっす。まあ、釣りの楽しさぐらいは伝えられたんじゃないですかね。たまにはこういう回もあってもいいんじゃないでしょうか。よし、それでは皆さん、また次回お会いしましょう。皆さん、後ろ、あれあれ、あれ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 、何だこれ。よし、あー、必殺投法逃げようとしてくれ。そういうわけで見事幻の魚
ヒゲ太郎を釣り上げましたので液晶再現大成功。さあというわけで皆様、こちらのヌシンリーチ、ぜひともホールで生でご覧になってください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。現人に再現してほしい液晶演出を大募集。こんな演出を再現してほしい、この演出はさすがに無理でしょう、そんなお便りをお待ちしておりますので、出ちゃう編集部までどしどしお送りください。採用された演出は出ちゃうが責任を持って全て現人に体を張って再現させます。動画中のアクションは非現人の強靭な肉体をもってして初めて可能となりますので、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。